皆さん、こんにちは。東京チョロプーランドへようこそ。ということで、私、組2が作ったコース第3弾でございます。第1弾、第2弾はちょっとね、難しかったかなっていうところもあったので、今回は、とても楽しい、もう楽しいだけのコースを作りたいなと思いまして、某テーマパークを模した、そんなコースを作ってみました。きっとね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、もし先にね、プレイしたいよっていう方がいらっしゃいましたら、こちらの ID を入れて先にプレイをしてみてください。はい、じゃあ早速コースの紹介していきたいんですけども、まずはね、入るためにはチケットを買っとかなきゃいけないですよね。予約は受けたまってないので、事前に買うっていうのはね、その場で買ってください。そしてここには、買えと圧力をかけてくるスパナを投げてくる敵がいるんですけど、なんと払わなくていいんですね。50コインをくれるという親切仕様でございます。でまあそんなにね、勢いよくジャンプしなければ頭をぶつけないと思います。大丈夫だと思います。そして次はなんか門みたいのがあって、ワンワンが2体いるんですけど、カバンの中身チェックをしなきゃいけないですよ。危ない。ですよね。器物持ってませんよ、みたいなやつで。なので、この厳しいこう、チェックをしてくるワンワンたちを、こう、打った厳しい厳しい、すべてのものを奪われる勢いで、取ってくるんですけど、こう、ピンポーン、チェック完了と。私は手ぶらで何も持ってませんですよっていうのがね、認められました。そして上にはね、ウェルカムと書いてあります。ようこそ。はい、そして次はこのカキボンとかクリボーたちを踏んでいくんですが、はい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 で、今フラッシュがなんかピカーンってなってたと思うんですけど、これはこうね、なんかエントランスにお花、花壇とかあるじゃないですか。それと一緒に記念撮影を撮っている列みたいなを表してみました。なので言っちゃえば、このね、あ、今回マリオをね、変更してキノピコちゃんにしてあるんだけど、列を蹴散らして先頭に行ったみたいな感じですね。ちょっと害悪な客なんですけど、ちょっとこうカップルとか友達同士で来てる中に一人だけぼっちがいるっていう。で、ここオンオフスイッチあるんですが、後々押しとかないとまずいので押します。はい、記念撮影完了、私もしました。そしてこっからなんですけど、わ、フラワーある、取っちゃおうって思っちゃダメなんですよ。皆さん、花壇にある花摘みますか？摘みませんよね。そう、マナーは守ってください。列を蹴散らした人が言うことじゃないんですけど、マナーは守ってください。お花は取っちゃダメです。もし取ると、ブブーって言うんですけど、うん。まあ最初はね、わかんないで取っちゃうかもしれないけど、ブブーってなれば、あれみたいに思うと思うんで。まあ最悪ここにね、一つだけパックンフラワーいるので、食らって、小さくなることも可能。リセットですね、一応。そうするとさっきオンオフスイッチ押したので、ここが開いてます。で、なんか、日本風なんですけど。洋風じゃないんだよな。で、こっからは、いわゆるワールドバザール。お土産屋さんあるじゃないですか。入り口入った。あー、直後あ、よかったよかった。あー、倒してまあそういう感じを表していて、なので建物が何個かあるっていう感じです。もちろんここのお花も取っちゃダメですよ、危ない。で、クリボーがね、なんか売ってたりで、上からちょっとだけお花も降ってきたりするので気をつけて進んでください。うん、まあ別に上行っちゃえばいいんだけど、なんとなく全体像を見せようと思って、はい。
よし、オッケー。で、なんでフラワーを取っちゃいけないかっていうと、まあマナーももちろんそうなんだけど、マリメツ的にはここがちょっともう1個だけなので、1マス分だけなので、ちっちゃいマリオしか来れないよっていう感じですね。はい。そしてこれはね、やっぱね、人混みすごいんで、人混みをかき分けて進んでいく感じですね。もう敵がいっぱい、まああんまり関係ないんですけど、正直正直あんまり関係ないんですが、行き先が何個かありまして、っていうのもやっぱりね、乗れる乗り物だったりそういうのがね、たくさんあるよっていうことで、じゃあまずは右、こっち側から行ってみますか。左にも行けるんだけど、はい、入ります。じゃん。で、ちょっと一回戻らせて右に見えてる赤い鍵の扉があるんですけど、あとは右に点々点々ってあるじゃないですか、4つ。なので赤コインを4つ集めてくださいねっていうことなんですよ。まあここから分かる通り、4つのダンジョンというか、乗り物があるんですけど、これが今見た通り、ホーンテッドマンション改めホーンテッドダンジョンですねはい、それぞれの、乗り物に1個ずつ赤コインとか、まあそういうそれに近いものがあります。あーたた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 ここはなんかこう自分の方をずっと向いてくる絵とかあるじゃないですかなんかそういう絵画をちょっと額縁みたいな感じでやってて、あとはなんかわーっつってなんか骸骨みたいなやつが飛び出てくるのあるよね。あるよね。わかる？それっぽくしてみました。うん。じゃあもうちょっと進もう。普通にテレサとかはね、いるので、いろんな方向向きながら、ちょっと来ないように。お、来ないように、すぐ、チューしちゃうぐらい地形。行ってください。そして魔法使いがちょっと一体いて、この右側にね、超絶高いタワーがござるので、これだけ取って、一目退散。はい。あー、危ない、危ない危ない危ない、わははは、は笑われた。そうで戻れば OK で、ちなみにこのね、なんか魔法使いはなんかさ、なんていう人かちょっとわかんないんだけど、緑色の水晶玉に顔映ってる人いるじゃん、なんか。ほいで、倒したらわははって言ったんだけど、なんかずっと英語喋ってる、なんかよくわかんないこと喋ってるから、それを真似したかったけど、それっぽい音はなかったんで、はははにしました。わかってくれるかな？ディズニーよく行く人はね、わかると思うんだけど。ディズニー言っちゃった。某テーマパークで2号してたのに。はい、じゃあ帰ります。ちょっとね、編集画面に戻っちゃうと赤コインなかったことになっちゃうんだけど、まあ1個取ったということで。そしてこっちに行って、じゃあまず2個目、今度2個目ですね。一応入った方がいいとこは矢印つけてるんですけど、ででさあ、ここはですね、バズライトイヤーじゃなくマリオライトイヤーで、てかネームセンスが欲しいんだけど。うわ、ちょっと待って待って待って、そう、ちょっと敵も攻撃してくるんで、とりあえず本当は乗り物に乗って倒してほしいんですけど、来た。あー、食らったー。これがまたなかなかね。ただファイヤーフラワーは無限に出てくるので、死ななければ大丈夫。とりあえずね、ちょっと取りすぎ取りすぎっていうことで、フラワーで敵をこうね、めっちゃ倒してですね、この左上に鍵が出てるんだけど、ここは赤っこいんじゃなくて、おお、鍵を持ってる敵が1体だけいます。ちょっとね、赤っこいんは敵に忍ばせることができなかったので、こんな感じになりました。というわけで、どこの敵かはちょっと
探してみてください。そして強制的にちっちゃいちびちびマリオじゃない、なんだっけ忘れちゃった、キノピコちゃんになっちゃうんだけど、ここは落ちちゃダメで抜けてください。今2個目じゃないか、1個の赤コインと鍵1個かになってる状態なんですけど、一応中間が置いてあります。で鍵1個あるんでここに入れるんですけど、これはこの扉につながってて、ここに赤コインが1個ある感じになってます。でただ次のね鍵も欲しいので、やっぱり4つ集めてこなきゃいけないっていうことなんです。はい、まあね、バズライトイヤーは点数を競うとかね、そういうのもあるから、もうちょっとなんか似せられたらよかったんだけど、なかなかね結構今回このなんか置ける個数とかもギリギリまでやって、ボリュームも結構あるので、これ以上どうにもできなかったって言い訳しとくそして次ここ、ちょっとこれは絵本みたいな形、本を開いたような感じにしてあるんですけど、入るとプーさんのハニーハント改めマリオの赤コインハントでございますはい、風船っぽいでしょ、風船を使って蜂蜜を取りに行くんだけど、そうじゃなくて風船を使って上に登って、はい、ちょっとここで待機してて、あーわわわわわわわ、くそー、はい、オッケー、ちょっとトゲトゲがあるので掴んでもらってこっち側に行くと。で正直これ乗らないで下行けるんですけど、ここ3つ分しかないので気をつけてください。そして花ちゃんが赤コインを守ってるって感じで、違うところに落ちちゃうとこう怒られちゃう、怒らせて、まあ上に乗る分だったら死なないんだけど、ちょっと間に入っちゃったりとか、ブラックパックの上に落ちちゃうと死んじゃうので、慎重に奪いに行ってください、ハントしてください。そして帰りはね、雲に乗って帰らなきゃいけないんだけど、ちょっとむずいんだよねこの、あーむずい、やばい、そうむずいちょっとずつ難しくなってくんだよね、これが。はいはいはい、オッケー、あー早すぎ、あー、オッケーオッケー、早すぎたと思った。ホーンテッドマンションが一番簡単じゃないかと思う。あれは本当にヘマしなければ死なないと思うんだよ。ちょっとずつ難しくなってると思う。ということは最後が一番難しいじゃんってことなんだけど、今3個取った状態ね。うん。そして最後のコース。おし。で、ここも気をつけてほしいんだけど、まあ、一旦行きますね。ドッグン。ドッグンってね。登っていくんだけど、勘のいい人はね、もうどのコースかわかるかなって感じ。ちょっとここも似せてるつもりなので。これが、ちょっとね、今、ボタン離してたんですよ、登るときに。で、急いで行っちゃうと、なんか知んないけど、当たっちゃうんですよね。今、Y の入力してて、ダッシュ状態になってたんですけど、なので、流れに身を任せてください。キーは入力しないでください。そうすると、自然と行くので、うん。で、何かというと、で、スペースマウンテンですね。やっぱなんか地下の、ここ地下なんだけど、星がなんかいっぱいあるようにも見えるじゃないですか。だし、まあ暗いからホラーの感じもあるし、で、バズライトイヤーもなんか宇宙っぽかったっけ。だよね、多分。なんでちょうど良かったんですよね。まあプーさんのハニーハントだけお天気な感じで、のほほって感じで、あっちの表のワールドの方で作ったんですけど、うん、スペースマウンテンで入る前になんか、なんだろう、こういうエレベーター乗ってくじゃないですかこう白いドームみたいになってて、そこを上に登ってくっていう、そこを表してます。
その後になんかコカ・コーラのねすごい CM 流れてるのがすごい気になるんですけど。はい、そしてじゃあここが一番死ぬ可能性は高いところですね。なのでジェットコースターに乗ってまいりましょう。いきます。ピカン、ピカピカピカン。あー、じゃあおスイッチ押すんだった。なんかこのさ、すごいなんか土星じゃないや、なんかわかんないけど惑星がブーンっていくやつ、すごいぽくない？なんか音から何からすごいぽいなと思って、これこれ、ドゥ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 、なんかすごいこの後半の音がめっちゃぽい。でこれを避けてよ、あー避けれん。そう、ここがちょっとだけ難しい。でももうすぐ、基本的にすぐ終わるコースを4つ作ってるので、はい、ピピピポリプ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 リ、これ押して避けて避けて、ピコーン、1個最後取ったっていう感じですね。ここがねオンオフスイッチ押してないと閉じちゃってるので、押してもらって、あとここもなんか最後ギュイーンってなるんだよ、わかる？ギュイーンって最後止まるんで、そこな感じですね。でここもなるべくあんま走んない方がいいかな、最後勢いあるとぶつかっちゃうと思うので、はい。でやっぱこうホーンテッドマンションから始まって、まあどこから始めてもいいんですけど、私としてはやっぱランド入って奥から攻めていくタイプなんで、プーさんのハニーハントのファストパス取ってホーンテッドマンション行って、でだんだん戻ってくるっていう、なんで最後はトゥモローランド入り口らへんのバズライトイヤーとかスペースマウンテンあたりを乗って、でお土産買って帰ろうねみたいな感じで帰ります。で帰りはこのこれに乗んないと当たっちゃうので、これに乗って帰ってください。はい、で今もうピンクコイン4つ集まってるので、4つ集めてる状態だからここ行けるはずなんだけど、あれ隠れチョロプーだっていう。ちょっとチョロプーというよりかはね、あっちに見えなくもないけど、ははで、ちょっとよく考えてほしいんですけど、東京チョロプーランドっていう題名なんですよ。あれチョロプーって見てなくないっていう。チョロプーっていうのはなんかモグラみたいな生き物なんですけど、そうなんです。ちょっとここだけ入りたいから、ちょっと待ってね、ここ一回変更するね、一回普通の扉にして入ります。そうすると、わー記念写真が撮れる、チョロプーの家だって感じになるんですよ。なのでピコンってやって、はい記念撮影しようねっつってやるわけでしょう。でこの子1個だから、ここにいる分には襲ってこないっていうね。だから倒しちゃダメだよ、かわいそうだから。で一応なんかね、英語名がなんて読むかわかんないんだけど、モンティモールっていう言うらしいです。はい。だそれだと、あのでも M から始まってるからそれっぽいか。伸ばし棒がねちょっと似てるなと思って、チョロプーとデデデデニーがね、ニーが似てるなと思ってしたんですけど、はい、記念撮影したらもうね夢の国はおしまいですよ。バイバイ、さようなら。で最後夜の花火を見て、お土産をもらって帰りましょう。名残惜しいけど、バイバイ、また来るねっていう感じです。どうです、だいぶ楽しい感じに今回できたんじゃないかって思うんだよね。やっぱ夢の国だからさ、夢がある楽しいコースにしたいなっていう。でね、ほんとこのやつ見てほしいんだけど、本当にね無駄がないぐらいな勢いで部屋を作ったんですよ。
さっき一応横とかあんま見えないようにちょっとね最後だけ見えちゃうのはもうねどうしようもなかったんだけど、ここも綺麗にウェルカムの上なんだけど横はあんま見えないようにして、世界をね、やっぱ最近はちょっと違うかもしれないけど、こうねどこから見ても外の建物が見えない、そんな夢の国を作ってみました。どうでしたでしょうか。というわけで、私には夢のないクリアチェックというものが待ち構えているんですけど、習慣置いちゃったからな、大変そうだな。来ますか。はい、しましょう。東京チョロプーランド。オッケー、乗り物乗ってちゃんとクリアしたぞ。あはは、失敗したでもいいんだ、よかった、できた、これでいいと思う。はあ、疲れた。疲れた、めっちゃかかった、最高記録かもしれん。しかもまだクリアチェック中間からもやんなきゃいけないからね。音楽も消して、しかもなんかさっき多分ここドアになってなかったよね、鍵ドアに。それも直しました、よかった、気づいて。危なかった。そしてちゃんとここがオフになってて1回だけ踏む、そしてさよなら記念撮影。もう一生分の思い出できた、本当にもういい。でも中間からやらなきゃいけない、お腹いっぱいだよ、お土産もらってさよなら、きつい。いやでもみんなには中間からでいけるから全然大丈夫だと思う、多分2個やって中間取ってぐらいな感じだと思うんで。いや、なんと、さっきから一発で来た。なんか、スタート地点から途中まで来るのって集中力奪われちゃったのかな、なんか。なんだ、こんなに簡単に来ちゃうの？まあ、慣れもあるけどね。あー、やったー。クリアチェック終わったー。お腹いっぱいだよー。東京チョロプーランド。ありがとう。50コインももらって記念撮影もいっぱいして最高だったよ。じゃあちょっと英語名書くか。最後のカッコが入らねー、まあいいか、意味はわかるはず。なんとかなんとかランド、オッケー。チョロプランド、オッケー。説明欄は全部入らない、くそ。4つのアトラクション。ああ、名前、題名載せたいけど、諦めるしかないか。くれぐれも、花をむしるなどのマナー違反を犯さないように気をつけてくださいみたいなことも書きたかったんだよね。まあ、ちょっと文字制限があるので、これで妥協しようかなと。東京チョロプーランドへようこそ。当パークには4つのアトラクションがございますので、ゆっくりとお楽しみください。お花を抜く等の迷惑行為はしませんように。はい。ね、本当は題名、ね、アトラクションの名前とか、もうちょっとこう丁寧に書きたかったんですけど、仕方ないっすね。みんなに、こうね、この動画を見てない人にも、あれ、もしかしてこのアトラクションってあれかも、みたいな。
伝わればいいんだけども、どうかな。ね、スタンダードとあとはなんだろうね。まあこれもギミックでいいのかな。ああ疲れた。1時半じゃないや、1時間半は確実にかかったかも。はい、じゃあこれが ID です。よろしくお願いします。でも、テーマに沿った感じの、なんだろう。これまで、これ入れて3つコースを作ってきたわけなんですけど、一番凝った、コースになったんじゃないかなって思う。正直これ以上作れる気はしてない、今後。だけどもうちょっとなんか穴がありすぎてクリアチェックが大変でしたね。ミスが多すぎてね。まあでも投稿する前に気づいたんでそれは良かったかなと思いますが、感想等をまたコメントで聞かせていただけたら嬉しいなと思います。めっちゃかかってもね、そういうコメントで報われるので、はい。よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバーイ。